ライズ東京プレゼンツ高橋尚子キープオンランニング。この番組は健康睡眠ライズの提供でお送りします。高橋尚子キープオンランニング。おはようございます。半蔵門東京 FM からお送りしているキープオンランニング、高橋尚子です。良い睡眠、良い走り、オン・オフしっかりとっていますか？さあ7月23日ということで、学生の方はもう夏休みなんですよね。羨ましい。さあ私はこの夏はリオオリンピックがあるので忙しい夏となりそうです。さあそしてランナーにとっては走るのには本当暑くてね、厳しい季節がやってまいりました。この暑い夏を乗り切っていくためには、まずはどんな時間にどんな感じで練習をすればいいか、そこから作戦を立てるべきだと思います。暑い夏の一番暑い時にやるっていうのはもう古い考えなんですよね。やはりあの瀬古さんだとか増田明美さんと話をしていると、暑いオリンピックに戦うために暑い中でわざわざやるようにしていたんだっていうことをよくおっしゃられます。私もあの有森裕子さんももちろん40度の暑い中でも走ることはありましたけれども、やはりそれは走った後にかなりのリスクといいますか、体の疲労を伴います。できれば毎日続けるような練習であるならば、なるべく早朝であったり夕方、暑くない時をぜひ選んでいただきたい。そして何といっても給水がとっても大切ですからね。こまめに取ること、また帽子やサングラスなどの小物にしっかり頼ることっていうことを、ぜひ対策として考えていただきたいなと思います。そして、私は割と暑さに強い方なんですよ。1998年のアジア大会、非常にバンコクで暑かったんですよね。35度ぐらいのゴール地点の気温、また湿度 98% の中で2時間21分のアジア記録を出すことができたんですけれども、いや割とあのケロッと走り終えることができたんですね。暑い時期っていうのは疲れを次の日に持ち越さないっていうことが一番の秘訣だと私は思います。夏から逃げることができないので、そこでやることはやっていいと思うんですけれども、その明日に疲れを残さないためにその練習後に何をするかってことが練習より大切なのことかもしれないなと私は思います。ではそのためには何をすればいいか、おすすめはアイシングです。その日の疲れをなるべく早く取るためには、あの簡単なものであれば帰ってきてシャワーに入るときに水のシャワーをかけてあげて、温かいシャワーをかけて、それを3回4回繰り返すだけでも効果があります。そしてどうしても暑い夏走ると食欲が落ちるんですよね。私はあの現役時代実業団でやってましたけれども、暑い夏に強い選手っていうのは見ているとすごくよくわかるんです。走っているその練習よりも食べている最中でわかることが多いんですね。走り終わって強い選手はどんなにきつくて食欲が落ちても食べます。どうしても練習が続けられない人は食べれないって食がどうしても細くなるんですね。私もあの食べれない時もありました。でも食べれないで済ませるのではなくて、少し休んでまた戻ってきて一口食べて、また寝転がってまたその後食べてっていうように食を諦めないことっていうことが、やはり次の日にまた頑張れる秘訣につながったのかなとは思いますね。またあのどうしても喉に通らないっていう方は、私はあの40キロを40度ぐらいで走った後っていうのは、そうめんやうどんをなるべく取るようにして、つるっと入るようなものをね、食卓に並べるようにしてましたので、ぜひやってみていただきたいなというふうに思います。ただ夏の合宿、また夏の練習はきついですけれども、私はあのとっても好きでした。なぜかっていうと、
一日一日は疲れるかもしれませんが、乗り切った後に調子がぐっと上がるんですよね。秋に私は自己ベストが出ることが多かったので、あ、この夏で成長できるんだっていうものに挑めることがね、すごく嬉しかったです。ですからこの夏を皆さんぜひ乗り切っていただいて、今以上の成長をつかみ取れるように頑張っていただきたいなと思います。そして何といっても今年はリオオリンピック、夏季オリンピックと言いながら、ブラジルというのは南半球にあるので、季節は冬なんですよね。ただ16度から25度ぐらいまで上がるということで、割と暖かい冬なんです。お天気によっては気温はガラッと変わるそうなんです。そんなリオオリンピックをどう戦えばいいのか、その模様は8月にたっぷりとお伝えしていきたいなと思います。ぜひお楽しみに。お送りしている曲はゆずで夏色です。こちらはラジオネームリサッチさんからいただきました。曲調が明るくて元気が出ますとメッセージも添えていただきましたけれども、そうですよね。この夏を、そして今日を、元気に明るく乗り越えていきたいですね。東京 FM のビルの地下には半蔵門ランナーズサテライトジョグリスがあります。そちらに私とつながるメッセージボックスが設置されていますので、ランナーの方ぜひジョグリスに立ち寄った際はメッセージを残していってください。もしくは番組のホームページ tfm.co.jp/jog、 こちらのメッセージフォームからも送っていただけます。ホームページには放送後期も載ってますので、聞き逃してしまったという方はそちらもチェックお願いします。では楽しい週末をお過ごしください。キープオンランニング、高橋直子でした。バイキュー。おはようございます。半蔵門東京 FM からお送りしているキープオンランニング、高橋直子です。良い睡眠、良い走り、オンオフしっかりとっていますか？さあ7月23日ということで、学生の方はもう夏休みなんですよね。羨ましい。さあ私はこの夏はリオオリンピックがあるので忙しい夏となりそうです。さあそしてランナーにとっては走るのには本当暑くてね、厳しい季節がやってまいりました。この暑い夏を乗り切っていくためには、まずはどんな時間にどんな感じで練習をすればいいか、そこから作戦を立てるべきだと思います。暑い夏の一番暑い時にやるっていうのはもう古い考えなんですよね。やはり瀬古さんだとか増田明美さんと話をしていると、暑いオリンピックに戦うために暑い中でわざわざやるようにしていたんだっていうことをよくおっしゃられます。私も有森裕子さんももちろん40度の暑い中でも走ることはありましたけれども、やはりそれは走った後にかなりのリスクといいますか、体の疲労を伴います。できれば毎日続けるような練習であるならば、なるべく早朝であったり夕方、暑くない時をぜひ選んでいただきたい。そして何といっても給水がとっても大切ですからね。こまめに取ること、また帽子やサングラスなどの小物にしっかり頼ることっていうことを、ぜひ対策として考えていただきたいなと思います。そして、私は割と暑さに強い方なんですよ。1998年のアジア大会、非常にバンコクで暑かったんですよね。35度ぐらいのゴール地点の気温、また湿度 98% の中で2時間21分のアジア記録を出すことができたんですけれども、いや、割とケロッと走り終えることができたんですね。暑い時期っていうのは疲れを次の日に持ち越さないっていうことが一番の秘訣だと私は思います。夏から逃げることができないので、そこでやることはやっていいと思うんですけれども、
その明日に疲れを残さないために、その練習後に何をするかってことが練習より大切なのことかもしれないなと私は思います。ではそのためには何をすればいいか。おすすめはアイシングです。その日の疲れをなるべく早く取るためには、簡単なものであれば、帰ってきてシャワーに入るときに水のシャワーをかけてあげて、温かいシャワーをかけて、それを3回4回繰り返すだけでも効果があります。そしてどうしても暑い子です。良い睡眠、良い走り、オンオフしっかりとっていますか？さあ、7月23日ということで、学生の方はもう夏休みなんですよね。羨ましい。さあ、私はこの夏はリオオリンピックがあるので、忙しい夏となりそうです。さあ、そしてランナーにとっては走るのには本当暑くてね、厳しい季節がやってまいりました。この暑い夏を乗り切っていくためには、まずはどんな時間にどんな感じで練習をすればいいか、そこから作戦を立てるべきだと思います。暑い夏の一番暑い時にやるっていうのはもう古い考えなんですよね。やはり瀬古さんだとか増田明美さんと話をしていると、暑いオリンピックに戦うために暑い中でわざわざやるようにしていたんだっていうことをよくおっしゃられます。私も有森裕子さんももちろん40度の暑い中でも走ることはありましたけれども、やはりそれは走った後にかなりのリスクといいますか、体の疲労を伴います。できれば毎日続けるような練習であるならば、なるべく早朝であったり夕方、暑くない時をぜひ選んでいただきたい。そして何といっても給水がとっても大切ですからね。こまめに取ること、また帽子やサングラスなどの小物にしっかり頼ることっていうことを、ぜひ対策として考えていただきたいなと思います。そして、私は割と暑さに強い方なんですよ。1998年のアジア大会、非常にバンコクで暑かったんですよね。35度ぐらいのゴール地点の気温、また湿度 98% の中で2時間21分のアジア記録を出すことができたんですけれども、いや、割とケロッと走り終えることができたんですね。暑い時期っていうのは疲れを次の日に持ち越さないっていうことが一番の秘訣だと私は思います。夏から逃げることができないので、そこでやることはやっていいと思うんですけれども、その明日に疲れを残さないために、その練習後に何をするかってことが練習より大切なのことかもしれないなと私は思います。ではそのためには何をすればいいか。おすすめはアイシングです。その日の疲れをなるべく早く取るためには、簡単なものであれば、帰ってきてシャワーに入るときに水のシャワーをかけてあげて、温かいシャワーをかけて、それを3回4回繰り返すだけでも効果があります。そしてどうしても暑い夏走ると食欲が落ちるんですよね。私は現役時代実業団でやってましたけれども、暑い夏に